街の声は街で聞け。こんにちは。こんにちは。ということで街の声は街で聞けでございます。はい。はい。ちょっと今日は雨なんですが、はい、はい。はい。雨の中でもやってみたいと思います。はい。ちょっといいじゃないですか。工夫して。梅雨感が。梅雨感ありますね、本当ね。逆に季節がちゃんと表されていいと思うんだよ。そうなんですよ。まあそういうのも含めて、はい、こうちょっと。見た目的にはあんまり良くないんですけど見た目的にはあれですちょっと傘とか見えちゃってるんですけど、うん、まあ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 、まあ、あの思い出に残るじゃないですか、ね、そうね、うん、こんな時もあったなっていう街の声は街で聞けは軒先で撮るっていうのをね考えてやってますので、うん、この専属池の笛吹きとあとパン屋さんの三社の島パンさんでも軒先で撮ってるんで、はい、こういうその外が暗くなったりね雨が降ったり風が吹いたりするのもちょっと記録していこうかなと思ってますんで、はい、いいですか、はい、休止感もちゃんとテレビテレビに出していきましょう。そうですね。はい。はい、じゃあ司会の上川です。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。では名前どうぞ。コーヒーとデスメタル、デスブラックメタル、ブラックコーヒー、ヘビーメタルのことなら何でも来い。安和です。はい。安和さん。はい、バレットのボーカル星野壮太でござソーロー。イエーイ。3回目でございます。はい。はい、ソータ君の紹介で今日は参りました。直哉と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくです。バレット TV のクルーをやらせていただいております。はい、なるほど。はい。わかりました。で、初登場でございますが、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと早速でございますが、さっきちょっと撮りました、別撮りで撮りました。冒頭の告知コーナーがありましてですね、はい、近所の少年野球団の人たちが、はい、急遽出るということで、はいはい、そこをちょっと入れたいと思いますので、はい、じゃあどうぞ。どうもこんにちは。はい、こんにちは。はい、今ちょっと偉い状態になってますけど。そうですそうです。はい、江郷さんからのテスト飛び入り企画ということで。そうです。はい、じゃあこんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしく。よろしくお願いします。はい。はい、ということで。お客さんなんですね。そうです、はい、みんな近くの小池小学校の、はい、生徒さんです。はい。はい、で、なんかユニフォーム着てるので、はい、なんかのチームですね。そう。何のチームでしょう、はい、大きい声で。せーの、専属ファイターズです。はい。じゃあキャプテンですか。はい。はい。じゃあキャプテンちょっと代表していろいろ聞いてくださ、聞きますんでよろしくです。はい。はい。というわけで専属ファイターズっていう野球チーム。はい。はい。お前じゃないよな。いいよ大丈夫、ええ。はい。専属野球チーム、専属ファイターズっていう野球チームでございますね。はい。これの報告とメンバー募集とかをしたいと思いますんで。はい、はい、じゃあまず報告しましょうかね。はい、はい、専属大会っていう専属地区少年野球大会で、はい、優勝しました。はい、で B チームは、3位になりました。はい、大田区でやる大田区大会では、はい、A チームは、3位になりました。はい、ぜひなんだぜひなんだB チームは、はい、残念ながら参加で終わってしまいましたが、はい、接戦でした。はい、専属ファイターズで野球をすると、野球が好きになり楽しくて、はい、土日が、すぐ来てほしくなるので、ぜひ専属ファイターズに入ってみてください。はい、わかりました。これちなみにその 優勝時は何チームぐらい参加したの？5じゃない？ 5、だって赤松 B もあったから。何回勝ったの？47。それ大田区だ。大田区、はい、優勝した大会は何チームぐらい？4チーム。5。5。じゃあ、ね、B が4。何回勝ったの？3回？2回？いやでもリーグ戦だったの。リーグ戦だったの。あ、そう分かり、おー、じゃあそれ随分強いね。4回か。6回。なるほどね。1回負けたから。じゃあ大体強いのね、ちょっと。はい、はい、はい、なんかどこがいいの？なんで強いの？いいピッチャーがいるの？いいバッターがいるの？いや、監督がいいんです。監督がいいの？監督ここにいないからな、監督褒めてもな、あれだけど、まあ、チームワークがいい。あ、チームワークがいいのね。いいね。なるほど。ちなみに有望選手とかいますか？有望？何？こう中心選手、4番でピッチャーとかいないの？4番キャッチャー。4番キャッチャー。あ、いいね。4番キャッチャーね。はい、はい、自分の長所はどこですか？自分の長所いいところ、いいところ、うん、は肩が強いことです。ああ、キャッチャーだからね。はい、打てる、はい、じゃあピッチャーは誰ですか？ピッチャー、ピッチャーは、はい、
ピッチャーのいいところ、自分の長所、いいところ。どんだけ打たれても初戦カスだって思うところですどんだけ打たれても初戦カスだって思うところです。初戦カス、ああ相手のこと、はい、あポジティブシンキングなのね。まあそんな感じですね。なるほどね、わかりました。ちなみに A チームはどちら。はい、はい、で B チームこれはあれなの、年齢で大体分かれてる、はい、3年生が3、4年生が B チームで、うん、5、6年生が A チーム。なるほど。さあ皆さん野球は好きですか。はい、はい、面白い。はい、野球しかやってないの、他にもスポーツやったり、はい、いや、あとテニス、おお、学校でサッカーやってます。おお、プールやってる。あ、じゃあいろいろやってるんだね。あとプール。何上に野球を今ちょっと選んでここでやってんの。野球楽しいから、うん、面白い。はいはい、はい、なるほどね。はい、でちなみにその団員募集中、はい、団員でいいのかメンバー募集、はい、メンバーです。はい、メンバー、はい、これは普段どこでやってるの。千束池グラウンド。千束池グラウンド。千束池の近くにある。千束池の向こう側にある。ああ、はいはい、もうそばにあるのね。はい、はいはいはい、そこでやるのね。はい、それをこの体験会があるの。あ、もう終わったな、これはね。はい、はい、じゃそういうのを随時体験会をやってるので、はいはいはい、ホームページがあるのね。裏はい、下に、下の方にあります。あ、なるほどね。はい、専属ファイターズで検索で出てくるのね。じゃあテロップ入れとくよ。はい、毎週土日やってるのね。会費が1500円。あ、安いですね。はい、わかりました。ちなみに次の大会とかあるの。岩田杯。150チームぐらい出ている。お、あ、東京都と神奈川県のチームが結構出て、150チームぐらい出るトーナメントの大会なんですよ。ってことは大田区の代表で出るってことなの。いや、専属人、そこは全部出れるんですけど、うん、まあ、専属大会で優勝したので、うん、調布大会っていう、専属大会よりは大きい大会に出られるようになりました、うん、なるほど、わかりました。まあ、調布って、あの、間違っちゃっていけないですけど、デイ調布。あー、なるほどね、こっちの調布ね。あー、なるほど、なるほど、わかりました。はい、じゃあこんな感じでいい、なんか言い忘れない、言いたいことない。ないです。大丈夫、はい、今度よかったらその練習するとき取材に行ってもいい。はい、はい、いい、そのここ、あの、専属グラウンド、はい、何時から何時なんだろう。日によって違います。グラウンドが取れる時間で。ああ、そうね、あるよね。じゃあコーチに言っといて、はい、はい、今度取材に行きたいって言って連絡しますんで、はい、はい、じゃあ今度大会頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こんな感じで少年野球団の告知が、あの、実は昨日ね、あのこちらの専属池笛吹きで今今日収録なんですけど、伊郷さんからこのリトルリーグみたいなその少年野球団の告知いいですかって言うから、当然いいですよって OK もらったんですけど、あんな大声で来ると思いませんでした。だいぶワイワイ言いました。一度ね、飛び入りの方が来たんですよ、この間。子供の太鼓のことを、あの、日本太鼓をやってる子が来たから、その時 2,3 人で来たから、もうね、僕はあのメンバーを見た時に、もう今日は企画として俺らミュージシャンチームとあの子と野球対戦するのかなって思ったぐらい、うん、それぐらいの人数でしたからね。そうね、うん、でも全然野球知らないんでしょ、みんな。全然わからないですよ、ね。はい、まあ、その感じでいっぱい来ましたんで、先に撮らせてもらいました。はい、はい、まあ、こんな感じで地域情報も流してますんで、うん、はい、やりたいと思いますが、はい、はい、というわけで、前回まで、その上川と星野君と、もう一人湘南から舞い降りた天使こと王子っていうのが来るはずだったんですけど、前回あの車の渋滞に巻き込まれて来ないというね、やってはいけないことを、そう、天使なのに車移動っていう話もありますけど、天使が仕事飛ばしましたからね。そうね、それはちょっと危険なので、まあちょっと王子はちょっとしばらくお休みしてもらって、代わりの人探さないと。罰ゲームです、罰ゲーム。そうってことで、星野君が一人、あの、候補いますよってことだったんで、そうです、あれだったんですけど、まあ全く僕知らないじゃないですか、はい、どういう人かも知らないし、はい、僕からと、はい、あと長谷君に直接自分からと紹介させましょう、うん、はい、で知らなかったんで、はい、うん、はい、僕の、地元の友人であって、うんうん、でさらには、まあ、スタッフとして、うん、今バレットクルーの編集として活動してもらってます、はい、で、あの、彼は彼で、あの、ミュージシャンとしての活動もしていくんで、これからちょっとね、うん、あの、どんどん羽ばたいて
行く僕がちあの力を少しでも、ね、できたらなと思ったからここに呼んだ次第でございます。なるほどね。はい、はい、じゃあその辺の話ももうちょっと詳しく聞きましょうか。はいはい、はいはい、僕から名古屋くんでした。はい、まあ、今ざっくりねあのお話していただきましたけども、はい、それ以外の情報としましてはですね、上川さんと同じとあのバイク好きで、はいはい、まあ、音楽は基本ロック好きな感じです、はい、で、無駄に筋トレとかも好きです、はいはい、そんなぐらいですね。そんな情報です。プチ情報としては、はい、高島情報ですね。なるほどね。まあ、それもっと詳しく聞きますわ、はいはい、じゃあ掘り下げていきましょう。まあ、その初対面だから、はい、まあ、どれぐらい喋れるか分かんないし、はいはい、まあ、それこそ来るかどうかも分かんない場合もあるじゃないですか、はいはいはい、ね、実は遅刻してましたとかね、はい、当日欠席っていう場合もあるから、まあ、一応常連のね、うちの安和っていうのがいるの で、はいはい、でちょうど、彼はその王子の紹介で来たんですよ。湘南から前降りた天守閣の王子の紹介で来たので、その流れで来たので、まあ、久しぶりなんで、まあ、4人で喋ろうかなということで、うん、この人数になりました。はい、はい、では改めて自己紹介を。え、改めて、はい、まあ、デスブラック初対面だからね。ああ、そう、デスブラックとかね、こうヘビーメタル王道を言った方がいいよ。え、あのギタリストで、まあ、まあ、ギター演奏で活動しております安久津です。はい、はい、よろしくお願いします。そうなんですよ、ギタリストなんですよ。今日はなんか、うん、この婦人的に僕が3-1でなんか圧倒されてるんですけど、負けないですからね。そうね。まあ、ナチュラルな人とちょっとナチュラルじゃない人。いや、これナチュラルです、ナチュラルです。すごくでもナチュラルな、うん、食生活のナチュラルをすごく気遣われてるなっていうのをこの前、今までほどね、あの話されてる、そう、映像を見ててって言ってたので、自分はあの本当に初めましての人だけではないですけど、はい、いつも、はい、まあ、お世話になる人には、あの、ごますりごますりのもう品々を宣伝を兼ねて、宣伝も兼ねてごますりの品々を持ってきてるんですよ、はい、ありがたく受け取りますよ。で、まあ、今回もいつも、まあ、毎度ライブ会場とかでも、まあ、自分コーヒーが好きなんで、まあ、自宅焙煎した、うん、まあ、今回ちょっとエチオピアの豆をね、うん、割とシティロースト強ぐらいの自分の中では浅入りで、うん、であと、まあ、こっちはちょっと深入りなんですけど、うんうんうん、まあ、で、まあ、姉がもう10年、うん、10、まあ、20年近く前から、うん、天然酵母パン作りをしてて、うん、自家製、え、自分家で手作りパンやってるんですよ、はい、全粒粉とかで、うん、そうですよ、言われてたんで、うん、で、まあ、姉仕込みのパンを、え、くれるんですか、持ってきたんですけど、でも、うん、全粒ではないと思うんですよね。あ、全然いいですよ、嬉しいです、嬉しいです。一応その砂糖とかも、はい、天才糖とか、あー、いいっすね、本当に原料糖なんですね、まあ、そうですね、精製されてないやつを使ってる、なる、極力そういうものを、天候マニアだから何でも通じますよ、僕に。あとはあのお茶なんですけど、いただけるんですか。これはちょっとあの宇都宮の老舗お茶の3代目が自分とちょっと親しくさせてもらってて、はい、で、まあ、緑茶をあのすごくやっぱり専門的にあのいい緑茶を、提供してるお店なんだけども、これはあの最近のごぼう茶、アレンジ茶で、これがいいのはあの出がらしもあのおかずになるっていう、すごい、あ、食べれる、ね、そうお茶漬けにできるっていう、そうなんですよ、お茶漬けにしても美味しかったし、でこの店主はあの自分はあのパスタにおかずに、なんだよ、パスタに添えて食べてるんだなんていうふうに言ってて、いいですか、ありがとうございます。じゃあ名古屋くん後でシェアしよう、はい、ありがとう。じゃあの早速ですが、はい、まずあの1曲そのミュージシャン的っぽいところを、はい、じゃんけんに勝った星野くんから、はい、僕から1曲紹介、はい、じゃあそのお時間いただいたということで、ありがたく曲紹介させていただきます、はい、ですね、今日はちょっとこだわりがありました、はい、あのですね、今まで曲紹介したことがない曲なんです、うん、で、なんでそれをしようかと思ったかというと、今日は僕の友達の直也くんを連れてきたってことで、うん、だから友情ソングを持ってきたんです、はい、はい、ぜひ聴いてください、はい、バレット、ミニアルバムノットエンドの6曲目トラックスです、どうぞ。終電に付き合ってくれた先
ラックスです。友情を熱く歌ってる曲なんですけれども、女性にも聴いてほしいし、男性にも聴いてほしい、老若男女に聴いてほしいので、ぜひよろしくお願いします。はい、わかりました。でそんな感じで、早速コーナーに進もうと思ったら、いきなり安川さんがトイレ行きたい。トイレ行きたい。OK です。はい。はい、でまたあの動画から探して、YouTube の動画とか探して、あの音源に合わせて流すので。ああ、お願いします、うん。ありがとうございます。はい、じゃあ、それが帰ってきたところをまたどうでしたかっていうところ。はい。ちょっとトイレ行く。いや、ちょっと待って。じゃあ、どうでしたかまで。はい。あ、どうですか。はい。はい、トラックスです。友情を熱く歌ってる曲なんですけど、お前冒頭じゃねえかって話なんですよ。え冒頭だからね、トイレぐらい済ましとけよって話。そう先輩からの、まあ、ちょっとあのこういう子なんですよ、この子、もうちょっと、まあ、叱りがありも、まあ、もうちょっと我慢できますけど別に我慢しなくていいちょっと失礼。ツッコミで先に言っとけよっていう、はい、そう、はい、時間はいっぱいあっただろう、打ち合わせの時に、まあ、どっから来ていただいたんですか。いや、まあ、うん、おしっこタイムですね。まあね、こんな感じなんですよ、彼ね。はい。はい、おしこり。あ、おしこり。おしこり。ちゃんと全部出した？出し切った。あと数時間は大丈夫です。はい、わかりました。そうじゃないと困ります。しかもちょっと外がさ、中はもわっとするんだけど、うん、外はちょっとちょっと涼しいとか肌寒いような感じがしたんで、うん、っていう口実で、うん、Tシャツをちょっと羽織っていた。羽織りました。ああ。で、しかもこれはいただきもんで。仕込んできたのね。仕込んできた。はい。いただきもんでちょっと。はい。もう。あ、よし、言ってください。アークって言わないですね。アーチです。はい、そうそう。アーチエネミー。アーチなんだ、やっぱり。アーチって言いますね。あ、そうなんだ。呪術はアーク、アークって。そう。本当は、その日本は昔、うん、アークエネミー、アークエネミーって言ったけど、なんかミュージシャン側から、アーチって呼んでくれっていう話らしい。そうだったんだ。じゃあ、クイーンズライクは？クイーンズライチ？あれは。いや、それは、バンドによるでしょ。クイーンズライチだと思いますけど。アーチエネミー、まあ、アーチエネミー、はい、いただきます。じゃあここは専属池のたこ焼き笛吹きで収録してるので、はい、うん、いつもたこ焼きを食べつつ、はい、たこ焼きの PR もする番組なんで、はい、ちょっとたこ焼きを、じゃあ星野君は相変わらず食べれないよね、はい、だから2人前と、はい、飲み物なんかは何、はい、コーヒー、はい、このたこ焼き美味しいんですよ。美味しかったですね。でかいっていうのが、あ、さっきちらっと見ました、はい、大きさにびっくりしました、ね、そうですね、それが売りだそうです。はい、でかい安いうまいが売りですもんね。でかい安いうまい、できるのを待っときましょう。はい、はい、でそういうわけで、うん、ちょっと初登場なんで、はい、もうちょっと詳しい紹介を、じゃあ出会った経緯みたいな話しますか。まあまずミュージシャンなんですね。はい、ボーカリスト。ボーカリスト、ボーカリスト、はい、で仲良くなったということで、その出会いのきっかけとか、はい、はい、僕がお世話になってる、はい、まあ、先輩がいらっしゃいまして、はい、その方はミュージシャンじゃなくて美容師さんというかメイクさんみたいな感じなんですけど、うんうん、その方の働いてるところにお邪魔してて、うん、で最近こうなんかミュージシャンがミュージシャンかっていうか音楽好きが入ったんだっていう、うん、お話をいただいて、うん、でそのところに入ってきたのが直也くんで、うん、で僕はこういう性格じゃないですか、うん、ガンガン人にこう当たっていくタイプだから、そうね、人見知りしない感じです、ね、全然もう人見知り皆無なんで、うん、はい、だから俺の方から、うん、君が新しく入ってハードロック好きみたいな感じまあね、イエーイみたいなって言って、まあ、意気投合して、うん、でお話ししたらガンズ好きとかエアロ好きとかで、うん、全くこう価値観もすごい似てたから、うん、それで盛り上がって、それでなんか話を聞くと、まあ、音楽活動ちょっとやりたいんだって話をしてたから、うん、じゃあ僕も力になるよって言って今スタッフになってもらってっていうところがスタッフでね。そうです。はあ、まあ、それで今はね、先ほども言いましたけども、彼がやってるガレット TV の、うん、編集作業をしつつ、まあ、時々ちょっと登場して石のバカをやってみたりとか。ああ、なるほどね。っていうことを、はあはあ、はい、ただの編集作業だけじゃなくて、はい、一応バレットクルーだから一緒に動画に入ってやったりとかも、うん、なるほど、メンバーとしてやったりしてます、はい、体を張らせていただいて、なるほど、そういう方です。はい、それが小島直也くんです。はい、はい、ではその辺も、まあ、これからもいろいろと機会があれば、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ安川さん言いますか。はい、行きます。はい、はい、安川さんの最近の PR とかも兼ねて、はい、はい、じゃあとりあえず、まあ、曲をあっと行ってみましょうかね。はい、あれですよ、はい、今まで撮ってもらった中では、うん、中でちょっと流してもらうとしたら、うん、あれがいいかなと思って、前小田さんとかと歩きながら入れてもらったあのまま、
あれとかあの土屋さんと小田さんと生曲ある時に自分の曲9来たら、うん、あの曲を何分何秒から入れてくれって言ったら、うん、あれ何にも伝わってないから、その動画のちょっと前から流しますわ、ね、そうそのまま流しますわ、そのあれをまた、はい、どうぞどうぞよろしく、猫カフェで、ハンドハンドを聞いてください。話、さっきその女優ネタから、うん、女優ネタとかそういうタイプネタから、うん、曲フリートがそろそろ来るかなと思ったらまた来なくて安川さんの曲、俺の曲流せと俺だってまあそういいよ、まあ、曲フリーいいよ、曲も趣味っていうか、はい、習おうかなみたいなこともされてたんで、うん、今せっかくだから猫背の演奏シーンで撮って、はい、了解しました。あれですね、野良アナさんとやった時のあマンダラね、あの全アップ版、うん、でここから流してほしいなってあったんですよ44分22秒ぐらいから44分22秒からね、フェードインパッとしてくれるといいかな。分かった、はい、何分ぐらい、あその曲が終わるまで、あ了解、2、3分だと思うんですけど了解しました。はい、じゃあ曲振りを、曲振り、ハンドインハンド、どうぞ。ね、あれはまあ猫カフェのねライブ映像、まあ猫カフェの話をもう仕上げないと、はい、だからまあ猫カフェっていうそのユニットでですね、はい、自分は主にメインにこういう活動してまして、はい、兄弟でやってます。何妹ユニット？で妹が、フルート、私がギターで、あー、はい、さっき言ったフルートの方っていうの、そうです、それで、はい、でまあインストゥルメンタルですね、うん、で、まあ、カフェとか、うん、
まあ、お寺とか、うん、結婚式場とか、保育所とかね、うん、まあテクテクでも、まあ、去年のあった、うん、去年ぐらいまで、うん、のあった、何ですか、学童保育所じゃなくて、生活クラブね、生活クラブの、はい、生協、生協の保育所があるんです。保育所でちょっと演奏してもらったり、まあ、そういうアコースティックなスタイルなんで、まあちょっとちっちゃいアンプが一つあればどこでも出張演奏もしますよっていうスタイルでやっておりまして、うん、はい、でまあ、妹はちょっとライブハウスとかでグッズとか販売してて、うん、自分でこうイラストとか描いて、うん、でグッズを いろいろ販売してる中で、うん、バッジとかいろいろあるんですけど、はい、まあ、今回シャツとかそういうのではなく、うん、まあ、インターネット時代に即したこの LINE スタンプっていうのをね、はい、今流行ってますね、でそれ申請して登録取ったんだ、許可になって、はい、まあ、4月ぐらいから、うん、販売開始してるんで、うん、もし、まあ、LINE をやられてる方 ね、はい、自分らは自分だっていうか、ね、でもすごいですよ、ここ4人ガラケーですよ。あ、すごいパカパカしてます、うん、LINE これはあれですよね、うん、はい、売れたらお金が入ってくるんですね、いいやつですよね。でもなんかもうかなりこの何ていうの、サーバーっていうのが半分以上持ってちゃうみたいなシステムらしいです、うん、サーバー、あー、元ね、元がね、なるほどね、まあまあまあ、まあ、そんなこと言いましたお前弾くぞって言われるよ、その LINE 側からそんなこと言うならじゃあそこはカットでみんなでもそれはあれなんですか、そうだと思う、まあまあまあ、そうですよね。でこそ有名デザイナーに頼むともっとパーセンテージがあれだけど、うん、だって一般の人だったら そういう場がなかったわけだから、パーセンテージ自体がすごい低いですね、まあまあ、でも早速いろんな方が、うん、会話で使ってくれてるんで、うん、もしなるほど、ね、ぜひこれもらっていい、うん、じゃあちょっと取り込んで入れるので、はいはい、まあ、それと、まあ、そのですね、いろいろ自分もライブ活動とか、うん、まあ、こういうご縁のあったところで演奏して、うん、2人で揃わないときは1人で行ったりとかしたんですけど、うん、まあ、この安和っていう名前は、うん、もともとラジオリスナーの投稿名だったんですよね、うん、で4月末だったかな、うん、あれ4月の最初だったかちょっと忘れちゃったんですけど、うん、まあ、新横浜のベルズっていうライブハウスの企画で、うん、まあ、インディーズ専門の番組を始めたんですよ。楽天 FM、 楽天 FM、 それはネット FM、 ネット FM で、まあ、スマホとか今時の人電波飛ばさないですね、そうです、はい、今時の人のための、うん、ラジオ番組ですね、うん、でラストデイズっていう番組なんだけど、うん、8時台、11時台伝わってこれ説明が下手でしょしかも LINE スタンプの宣伝もそこでさせてもらってます、うん、なんで、ね、はい、ようやくしゃあなそうだよね、そうね、だから楽天 FM で曲紹介してもらってジングルでも使ってもらってるんですよぐらいの話なんだけど、説明下手なんですよ、下手だ、ね、申し訳ないです、下手とか長いんだよね、長いね、グダグダしてるねだんだん目が死んでくるんで周りの人視聴者が止めちゃうよ最近ああ、そういう感じで、ここはもう上川さんの上手い編集に任せて、神業編集に任せて、そんなうまくできないよねまあそんな感じでやってるんで、なっちゃいますよね、でもね、うん、はい、まあそんな感じで活動して、まあ大体分かりました、はい、大体、はい、大体分かりました、そういうミュージシャンです、はい、上川さんがまとめてくれたんで分かりました、うん、そうです、まあそういう役割で俺は安川君の分かりやすく説明して通訳まあ明日も上川さんのね、主催のそうですね、明日ちょうどイベントがあるんですよ、はい、町田で野外イベントが、はい、お伺いしました、はい、うん、はい、頑張ってください、はい、頑張ってください、そうこれちょっと、ね、テクテクで、うん、差し出がましい上川さんに、うん、お願いがあって今日ほうちょっと何でございましょう、これは大丈夫、なんていうの、何、うん、だよ、お願いなんですよはい、あ、じゃあヤスさんが終わった後に俺もちょっと一つ自慢っていうかいいですか、いいよ宣伝していいですか、はい、どうぞ、はい、じゃあヤスさん、はい、その自分の、うん、なんていうの、デスメタル大好きな人のアコースティックギターだよみたいなので、うん、テクテク番外編で、うん、安川さん、まあコーヒーコーナーとかってちょこちょこってやってもらってる部分、うん、時の、うん、ドドンとドスコイ、うんうん、ドドンとドスコイの、うん、部分だけ、数十秒だけを番外編でポンと上げてくれないかなって番外編みたいな、YouTube にああ、いいよ、いいですか、うん、数十秒だけ、よろしいでしょうか、安川さんの世界のブラック、ドドンとドスコイ、we'll be right back。
なく出てくるのね。ドナルド・ドスコイだけあれを流してみて、うん、分かった分かった。で、まあ、じゃあコーヒーの質問何でも来いみたいなのが、まあ、テロップでちょっと入ればなっていう分かった今の、まあ、彼の作ったジングルのインストルメントのやつが10秒ぐらいあるんだけど、はいはいはい、それを上げて、うん、あれそれにコーヒーの質問何でも受け付けするよってテロップを打つの。そう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 、10秒ぐらいそのオリジナルの曲を流してるところにコーヒーの質問を受け付けます。質問を受け付けるけど、うん、その受付は誰が受け付けるの？あ、俺です。ホームページよ、ホームページか Twitter かホームページかみたいなのテロップをまた打つのね。あ、そうですね、もしできたら。その動画を作れってこと？作っていただけたらなっていう、うん、ああ、あれ俺も やって今分かったそう言ってくれればいいんだけど。あ、はい、そう、あ、うん、番組内で挿入って形であれ入れてもらってたんだけど、うん、あれだけ飛行機持って、それは別物としてね。まあそれは全然 OK なんだけど、ね、いいですかね、うん、いやーやった。まあね、うん、でもそれだけで分かるかな、一般人が。 10秒ぐらい。そう、急になんか安田さんの動画で言ったらドドンドドスコイっていうギターがあるんだよね。なんか結構そしてコーヒーここにどうぞみたいな。そうコーヒーのことこれに聞けみたいな。これ何と思うだけじゃないの。そうね、うん、だからこれがバーっていっぱいつくかもしれないけども。ちょっと10秒ぐらいまだそれ作ってた方がいいんじゃないの、あとその説明うん、あ、自分のドドンドドスコイ、ドドンドドスコイ、ダラララララで、安田さんはコーヒーが大好きなので、うん、コーヒーの質問を皆様から一般で受け付けたいと思います。詳しくはこちらっていうのをつければちょっと分かりやすい、はい、なるほど。それ今取っとこうよ。はい、はい、じゃあドドンドドスコイが終わりました。はい、はい、ご覧の皆様、あのコーヒー、ブラックコーヒードリップの仕方とか焙煎のこととか、なんかちょっとかね、美味しいコーヒー飲みたいなっていう中で、生活の中でなんかちょっとあのどうやったら美味しいのが飲めるかなみたいな、まあ、豆の種類とかいろいろあると思うんですけど、うん、そういう質問あったら、何でも私に、聞いていただけたらと思います。はい、あのなんていうの、生活の中でたしなむコーヒーとして、もっと要約した方がいいってお答えできた。紹介動画なんだから、あのこうこうこうなんです、うん、こちらでどうぞでいいと思う。ああ、うん、そっかそっか。まあどうぞどうぞ。はい、終わりです。はい、切れないからねこれ。はい、じゃあ一個お願い。はい、もう一つお願いがある。まあ、お願いというか、うん、まあ、あのご報告なんですけど、はい、実はあの今週、6月23日火曜日、はい、四ツ谷でライブやってきました。はい、バレット無事にライブ終わりまして、はい、うん、すごいいいライブで成功なライブだったんですよ、うん、でもう次の日にいきなりもういいライブだったから、うん、ライブオファーいただけて、はい、6件もオファーもらったんですよ、うん、イエーイそれで、一応、僕はあの全部そのもらったオファー出るつもりなんで、うん、7月、8月、9月、10月、うんうん、7、8、8、9、9、10、うん、の6本ライブやります、うん、はい、ぜひみんな来てね。じゃあ詳しくはホームページ、はい、池袋サイバーです、はい、あ、全部同じ場所。うん、全部池袋サイバー、はい、詳細は、僕のブログとかにあの、はい、決まり次第載せてきますんで、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとう。はい、なんだお願いって告知じゃないか、はい、そうだね、お願いっていうか、うん、まあ、でもあと上川さんに言いたかったんです。なるほどね、わかりました。はい、じゃあこんな感じでトークテーマのコーナー、イエーイ、はい、勝ち来い。じゃあ恒例の今日もあのトークテーマを作ってきましたので、はい、これを選んでもらいましょう、はい、じゃあこれまたじゃあ安和君から今日も8つのテーマを、まあ時事ネタから、難しいネタから、ややこしいネタから柔らかいものまでいろいろありますが、はい、はい、じゃあちょっと見えるかもしれないので目つぶって、はい、じゃあはい、この辺にと、はい、これが橋で真ん中で橋で左して、はい、なんですかね、これ、はい。いきなりどうでもいいの出たな。はい、漂流。なんですかこれ。これあのエグザイルのことなんですけど、エグザイルちょっと漢字で書くと漂流、放浪するとか、そういう訳すとそうですよね。そうそうそう、これあの漢字にもちょっと合わせてるんでね、エグザイル、まあどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、エグザイルの、3人のパフォーマーが引退だそうですよ。そうなんです、ね、知ってますか。知らなかったです。エグザイルに興味ありますか。あまり興味ないですか。じゃあどうでもいいからやめます。エグザイルなんです。エグザイル、エグザイル話盛り上がる、エグザイル、話を膨らませられる、何人いらっしゃるのかも分からない。そうね、エグザイル今何人いるんだろうって俺も分かんないよ、ぶっちゃけ。ちなみにエグザイルは好きですか。いや、ちゃんと聞いたことないですね。うん、同じくです。同じく、はい、
そうですね。でも何でも聞くから、エグザイルも。いや、あの、清木場くんがいた時は知ってますね。ボーカルは変わったの知ってますか？え、なんとなくはな、あの、サングラスの方ではなく、じゃなくて、その、メイン2人で、サングラスの方と、あの、一番初めに、ああ、その後から入ったのは知ってますよね、はい、当然。高広でした。高広さんね。その前の活動とか、そういうの、ね、知らないでしょ、マイナス活動で。清木くんが初めエグザイルっていうのにいて、その人が脱退して、ソロ活動として、今アーティストやってて。なんかいろいろややこしいんだよね、はい、あれって。あれややこしいっていうか、まあ一応歴史はあるんだよね。え、ズーは知ってます？ズーは知ってます。ズー知ってます。バンバンビービッタレイウェイ、チューチュートレインってズーの曲なんですよ。いわゆるバブル20年、25年ぐらい前で、そのズーっていうそのダンスユニットがあって、うん、それで一回売れたんですよ、うん、その曲が、うん、で、その人とダンサーの中がヒロだったんですよ、一人、うん、で、一回売れたけど、うん、まあそのズー自体はその、まあ言ったら悪く言ったら一発屋というか、うん、それで解散したので、一回いいとこまで天井を見たのにずんどこにいちゃって、うん、貧乏暮らしになって、俺はもう一回のし上がるぞって作ったのが、うん、その今のやつなんだけど、その前になんか J ソウルブラザーズって今3代目ってやってますけど、うん、3代目っていうのはなぜ3代目かって言ったら、うん、昔やってたチームが J ソウルブラザーズっていうチーム名だったね、うん、エグザイルの前が、うんうん、初代がいるわけですね。なんかいるんですよね。なるほど。でそれずっと活動して、はい、でその時のボーカルが抜けるって話で、そのアツシを探して、なんか何でしょう、アサヤンでしたっけ、うん、あのあケミストリーのオーディションの落ちた人を、はい、あいついいじゃないかっつって探してきて、うち新しくやんないって言った時に、その J ソウルブラザーズっていうのを名前変えて、なんかこのエグザイルっていうになったらしいと思うんですけど、うん、俺も あんまり詳しくないの、そんな感じだったと思う。大体そんな感じ。それでエグザイル、その引き置き場とアツシで2人のツインボーカルのダンサーっていう感じで始まった。始まったなんですよ。うん、で、なんかその今回抜けるメンバーが、そのエグザイルに初めからいたメンバーの最後だし、うん、そのあれなんかあれも途中で増えたり減る、うん、あ減ったからな、うん、初代メンバーとかまた別なんですよね。初代メンバーが初めからやってた、エグザイルとしてやった人はこれでゼロになる。なるほど。完全に総入れ替えになってしまう。そう、総入れ替えらしいですって。はい、うん、まあ、知ったことはねえって感じ。まあ、安川さんの顔を見てるとそうなんで、知ったことないっていうか、まあ、てんてんてんって感じで。でもなんか、でもあれですよね、なんか本当にかいつまんで、うん、音楽も聴いてないので、なんかそういう情報だけが入ってきちゃう、うん、でも申し訳ないんだけど、なんか、うん、あれですよね、みんな好青年揃いっていう。好青年、なんていうの、なんか、まあ、キャラ的にはちょっとオラオラ系ってよく言われてるけど、うん、オラオラ系だけど、実はみんな聞いて、まあね、そうするしないし、そうそう、あよくしてるね、そうそうそう、肉体改造じゃないか、筋トレが大好きだったりとかするんだけど、うん、まあやってることはあれいいことっていうか、いい青年だよね。そうそうそう、うん、まあそれが本当のキャラなのか、その事務所の方針でこういう人間性いくからね、お前らこういうふうにやっていけよって言ってるのかは分からないけど、それはね、まあ、話してみると分かりませんけど、うん、まあね、うん、まあでもそのそれこそジャニーズとかに比べればちょっと悪系じゃないですか、うん、見た目とか。見た目はそうですね。うん。ね、うん、以上ですか。膨らまないですよ。V6、うん、あれ V6 だかなんだかはバカスかタバコ吸ってるけども、ユーザーは違うんだけど。いや知らないけど。なんかそういうなんか正解でもそれは OK なのか知らないけど、ね。それはタブーなんじゃないかな。どうなんだろう、ジャニーズとタバコ、あでもなんか吸ってるグループあるんですよ。V6 じゃなくてどこで誰だ。まあなんかその、うん、いわゆるあの男のグラビアとかでも、うん、TOKIO とか永瀬とか普通にこう吸ってるような写真とか俺見たことあるんだけど、うん、だってそれはドラマ内でも普通にやる。まあね、うん、だからそれがプライベートで吸ってるかどうかも知らないし、うん、果たしてそのタバコ吸っちゃダメっていうルールとかも、ルールまあ女子じゃないからね。あんまりこう使いづれえぞ。だって V6 って固有名出しちゃってるからね。まあ、そんな感じ。あんまり芸能界興味ないよね。芸能界興味ないですか。芸能界、まあでもあんま詳しくないですよね。まああのエグザイルの問題は、うん、あの今問題としてちょっと言われてるのは、そのういっす、いいですか。はい、ありがとうございます。エグザイルの問題は最近だとその音楽業界に限らずドラマをやったり、役者もやってますからね。そう、バラエティに出たり、うん、声優に来たりとかすると、うん、そのドラマを純粋に楽しみたい人は、うん、え
こっち来んのみたいなちょっと雰囲気が。あでもなんかそれ劇団エグザイルとかいますね。そうね、これ俳優さん結構叩かれてますよ、インジャンルでも。そうね、今大根役者じゃないですか。そうそうね、でやっぱり人気があるからいきなり主役で出たりとかするわけじゃないですか。であと今すごく非常に言われてるのはあのマッドマックスっていう映画。はいはいはい、はい、マッドマックス、はい、たこ焼き場所を食べてます。あれってリメイクなんですか。ありがとうございます。いや、はい、続編です。あ続編なんですか。続編なんです。昔やったやつの続編。へぇ、はい、まあちょっとじゃあ、はい、どっちかたこ焼きだけちょっと、はい、はい、たこ焼きやってまいりました。大きい名古屋カメラだよ、名古屋カメラ。本当に大きい、はい、うん、美味しそう、はい、食レポしていいよ。そうね、食レポね。また食べるときは、はい、はい、ありがとうございます。刺身、はい、これ氷入ってる、はい、あじゃ あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。いいっす。はい、あじゃあ、うん、マッドマックスの話は置いといて、はい、たこ焼き、はい、食べてください。はい、いただきます、はい、いただきます。名古屋さんは初めてだと思うんで、はい、はい、ありがとうございます、はい、どうでもいいですけど、はい、左利きです。そうですね、左利きなんですよね。ね、具がね、タコじゃないのもいっぱい入ってます。あ、そうなんですか。うん、タコじゃないやつなんですか。あ、本当ソーセージ的なのがチラ見してる、うん、いただきます。で、エビ焼き、タコ焼き、ウインナー焼きっていうのがある、うん、だから多分3種類。ウインナー焼きだな、これは、うん、いただきます。代わりだな、とチョコ焼きっていうのありますか。チョコも入ってる、うん、チョコはね、多分これには入ってないけど、デザート的なやつで、うん、じゃあ、あれもいただこうかな。華麗な感想。ウインナー合います。うん、でかいでしょ。しかもでかいですね。で、その、なんだろう、青のりとかじゃなくて、あの胡椒がかけてあって、うん、あのもう本当、ウインナーを美味しく食べるためのたこ焼きっていう感じで、とっても美味しいです。真面目ー、真面目ー。あったりするとりあえず、一回ぐらいから、うん、うまいな、でも本当に、うん、うん、結構あの結構お腹にちゃんとたまりそうな大きさ。本当にたこ焼き、はい、業界では、結構紹介されるみたいですよ。うん、なんかそういうこと、食べ物本とかで今月はたこ焼き特集みたいな感じだ、いろんなたこ焼きが並ぶじゃないですか。その中には紹介されてるみたいですよ。そうなんですね、うん、たこ焼き業界では有名というか、まあ知ってる人は知ってるんじゃないですかね。うん、はい、エビじゃない？エビが見えてるよ。エビなのかな？うん、エビ見えてる？うん、エビ。タコの足ではなくエビなのかしら。いただきます。あ、エビだ。うん。いや、相当熱いですね。うん、相当熱いですね。中がすごいこれだったですね。でも食レポ2。はい。エビも合いますね、これまた。でも、ほんと、プリッとしたエビが。うん。うん、ちょっとこっちさらに焼きたてなんでね、ちょっとこう、次の一口がなかなかいけないですけど、非常に美味しいです。真面目ー。ボケなし？ボケ？ボケなし？ボケるとこあるの、これ。まあまあ、ボケなくてもいいですよ。そういうキャラなら無理にボケなくても。そんな笛吹きですよ。うん、じゃあ、その、エグザイル話を食べながらでいいので、どんどん。エグザイル話、まだ膨らますんですか。膨らませますよ。いや、今、そのことマッドマックスは知ってます？マッドマックス知ってます。映画ですよね。うん。うん、マッドマックス知ってます？CG いっぱい使ってる映画でしょ？あれをね、CG じゃないんですって、あれ。え？今の、今のやつ。うん。あれ、マッドマックス自体知ってる？古いやつの話。洋画ですよね、洋画。あの、メル・ギブソンがやった。うんうんうん。あれ僕ビデオ擦り切れるぐらい見ましたよ。うん、マッドマックスはああいうアクションを本物を使ってやるってことで有名なんですよ。あの本物の当時の暴走族の方を雇って、で実際にスタントで死因が出たっていうのはよくある話で、まあ、それがその今時みんな CD でやるのに本当に車使ってるバカがいるよみたいなので、映画業界ではある種尊敬もされてるんで。新しいやつもそうなんですか。今回も CG ないらしいんです。そうなんですか。それすごいですね。それがまあだからマッドマックスって1、2、3ぐらいまであったのかな、その前のメル・ギブソンやってたって、でそこから多分20年ぐらい空いてるので、主役も全部変わって、その設定は一緒なんだけど、だからまた新たな、で当然20年間で映像 そのクオリティも機材とかもあるから、そのどういうのが撮れてるかって話で、多分今公開したばっかりで結構一巷では話題なんで、ね、初期のそのマッドマックス1、うん、メル・ギブソンが主演してたあれはもうあの
ビデオ伸びてちょっとうーってなるまで見てました。ああ、はい、まあね、あれ面白かったですよね。で今回のも映画はすごく評判いいらしいんですよ、はい、すげーって話で、でそれの吹き替え版がエグザイルがやってるんですよ、一人。なるほどな、ここでエグザイルの話声優、まあ吹き替え版ですからね。まあでも、役で出ないだけだらいいじゃないですか。まあね、はい、だから映画ファンとしては、はい、吹き替え版とそのノーマルのテロ字幕版、はい、どっちか選ぶらしいんだけど、そのマッドマックスファンは当然いるわけじゃないですか、熱烈なファンとして、まあ、やっぱりご本人の声を聞きたいもあるし、思いますよね、やるなら声優がやるなり、もっとそのキャリアを積んでこうねやるならまだしも、まあ間パッと来た感じの感じで、いきなりそれお前主役すんのみたいな、ダンサーがやるんじゃねえよ的な、まあ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 ね、そういうのにちょっと問題もあるみたいな。そういうのどうですか、いろんなあるじゃないですか、あの今原作が流行ってるので、原作がありきのやつを映画化、漫画のドラマ化とかね、でみんなその原作とかその漫画のイメージを持って、はい、さあドラマになりました時にえっていう時があるじゃないですか、ありますね。特に今そのドラマでも何でもでも、じゃあパッと見た時にでは AKB が人気あるから AKB のやつ1人とかで、うん、とか EXILE が1人あるからジャニーズがあるからこうやってで、みんなそうなるじゃないですか、うん、好きだったらやっぱ許せないですよね。そうだから僕ジョジョ好きなんですよ、ジョジョオタなんですよ、だからジョジョ実写化とかは、別に僕にキャスティング任せてほしいって思うぐらいです、まあね、それが例えばねジャニーズを主演で使うとかなると、確かに好きなゆえにムって思うところありますよ ね、はい、なんかひどいのになると、あのショートあ違う ロン毛の女の子の漫画の主役なのに、そいつがショートカットのやつだから、ね、似てるから変わっちゃうぐらい、そうそう、全然設定が違ってきてるじゃないかみたいな感じの人がやってると、もう当然ブワーって文句が来るからね、なんであんな喧嘩売れのことするんだろうなと思ってね。まあでもね、大人の世界のこうね、お金のなんちゃらみたいな、そういうのもあると思うんで、スポンサーとか視聴率とかね、そこは何とも言えない領域というか、ちなみにジョジョは何部が好きなんですか。僕はそうですね、やっぱ5部4部が好きですね。5部、あ、4部ね、自分はもう5部はね、もうかいつまんでしか読めてなくて、あ、漫画読むの。あのジョジョだけは、あのもう連載当初から小学校6年だったんだけど、読み始めてこれは面白いのが始まったな、うん、なるほど、まあ、そんな感じで今その原作いろいろこう人気があるからって、そういう原作に安易に入るもんじゃないと俺は思ってる、いや本当そうですよね、ちょっとどうかなって思う、そういう好きなキャスティングしたかったらオリジナル脚本でやれよって思うんだけど、確かにっていう話なんですけど、そうですね、はい、はい、でそんな感じで、はい、次のテーマにいきますか、はい、じゃあまたじゃあ目つぶってもらって、はい、はい、あなたにも確かもしれない脂肪を、もういやこれ僕ならでも手話じゃないですか、そうですね、あのこの脂肪は、うん、あれの脂肪です、トランス脂肪酸、ああじゃあ体脂肪の脂肪じゃないですか、まあ、それも今アルファ井上さんが流行ってるから、それもひっくるめてですけど、アメリカでトランス脂肪酸を使った食べ物を作るなって話になったんですよね、そこまで行ったの、だってもともとマーガリンもあれだったんですからね、まあまあまあ、アメリカって無理でしたからね、もっと減らそうって話になったけど、今後一切作るなっていう、トランス脂肪酸自体がもうダメっていう、すごいなっていう話で、まずトランス脂肪酸はやっぱみんな知ってるんですか、あんまり分かってないです、ちょっとあんまり分かってないです、トランス脂肪酸名前しか知らないです、まあそのマーガリンとか、はいはい、そのいわゆる、まあ、科学的に作った油脂で、ね、そうですね、あのケーキ作るとか、とショートニングとか、うん、そうそうそう、とかで、すごいでしょ、詳しいでしょ、詳しい、でそれを食べるとあんま体に良くないっていう話で、前々から減らせ、あのファーストフードとかフライドポテトとかハンバーガーとかなどもいっぱいになるから、アメリカ人そういうの好きだから、もうあっという間にその1日これぐらいしか食べちゃダメだよって言われてる量の、そう5倍10倍1日で食ってるみたいな話になって、それがどうやら動脈硬化とか脳梗塞とかになるので、食べるのをやめてくださいって言ってるけど、一向にみんな減らないと、まあなるほど、そうですね、ってことで前から条例みたいなので、その外食で減らすようにっていう、その外食の業者に言ってたのを、今回なんかもう一切食べさせないよっていう、使っちゃダメだよになっちゃったっていう、うん、あなるほどですね、そのお店とかレストランやら何やらとかにあんまり使わないようにって言ってたのがもう禁止ってことになったんですか、そう、あバシッときましたね、日本は、はい、まあアメリカに比べればそこまで取ってないので、そう食べないでねっては言ってるけど、まあ禁止までは言ってないと、だって普通にスーパーでショートニングも曲がりも売ってますからね、はい、作ってますから、そうですね、はい、というわけでトランス脂肪酸は気をつけてますか、
気をつけて、まあ、興味のあることですよね、それ、すごく興味深い、まあね、アメリカがその大英断を、うん、下したのが、すごい興味深いですね、まあ、ね、トランス脂肪酸を作ってる製造会社っていうのは、うん、やっぱりアングロサクソン系の、あの民族っていうか、そのやっぱ石油会社大会社、あのロックフェラー財団とかともつながってんじゃないかなとか思うんですよ、今までずっと生き残ってきたわけだから、まあ陰謀系の話、ね、陰謀系の話になっちゃうんですけど、まあ、それがをやめるっていうところまで行ったっていうのは、なんかこれは興味深い、まあ、なんかそれをなんかあれじゃないですか、うん、その今まで作ってた大会社はどうなっていくのかなっていうのも興味、まあそれは結構あれです、以前から言ってたから、はい、まあお前準備しとけよって話したんじゃないですか、こんだけ言われてんだから他のものを作るように準備しとけよっていう、だから そういう意味であのいろいろ石油系も準備しとけよっていうことで 言えば、なんかいろいろ大転換の兆しなんじゃないかみたいな、その農薬ね、除草剤のあれでも、デュポン社がそういう除草剤っていうのを散々こうね、全世界にこう、売れてきて、そう恩恵を預かった日本の農業もある、あるわけなんだけども、そういうのの大転換の一つになってるのかなとかって、いろいろちょっと、まあ、陰謀系なあの頭で考えちゃったりはするんだけど、あとはトランス脂肪酸とかそのエゴマ油、最近ちょっと言い出した、最近また言い出した、エゴマ油、エゴマ油っていうのはそのエゴマ油、何を言い出したの、その現代人に不足しがちな、一番いい油って言われてるんですよ、ごま油、ごま油ではないですよ、エゴマ油ってまた別なんですよ、シソ科の植物から取った油で、めっちゃ高いですよ、瓶これぐらいで2000円とかしますよ、へで、まあ、テレビでちょっと紹介したもんで、ここ何ヶ月かはもう入荷がちょっと不足するぐらい、へで自分エゴマ油とかあのアルファリノレン酸っていうの、油の質を、あのその言葉として知ったのは十何年ぐらい前に、奥山さんっていう方が書いてる本と、でその方のその方の本の油なんていうかな理論もかいつまんで、あのお手軽だね食生活の、自炊、テクをあの披露してた魚塚さんっていう人がいるんですけど、また話の流れになる、結局はそのようやくしろようやく魚とかイワシとか、あの日本人が日本の食卓で出てた、冬野菜系とか、白菜とかそういうものにも含まれてる、質の油、なんですよね、だからそういう食事から自然にとってれば、別に使うごまがあのあ使う油が菜種油だろうと、あの今時のその現代人はその使う質も悪いけど使いすぎだからって、まあね、取り立ててエゴマ油ばっかりを取る必要はないし、まあね、エゴマ油自体美味しくないんですよ、だからブームでまたもうあの長続きしないと思うんですよね、まあね、食生活からちゃんとしていけば大丈夫でしょ、ちなみにまとまった、ちゃんと食ってますか、ご飯食べますよ、うわもう それなりのもの、いいものいいものというか、まあそのいわゆるだって僕の場合はもう体調が顕著に伸びちゃうから、少し油断するだけ、低血糖症ですよね、少し油断するだけで一食手抜いただけで気抜くだけで、すぐ体がもう次の日にもうおかしくなるから、毎日ちゃんと食生活は行ってますよ、割と自炊派です、自炊派ですか、はい、野菜を取ったりとか、野菜すごく取ります、魚、野菜肉メインです、僕野菜肉魚メインです、あでも肉の場合はちょっと別なと思うんですか、肉をいっぱい食べすぎるとまたそのそれは体質によると思います、体質だ、僕の場合肉が必要な体かなと思ってるだけです、あと赤身にしろとかね、そうですね、肉は僕が肉って言ってもあの脂肪 あの脂身とかの肉は買わないですから、だから豚バラとかそういうんじゃなくて、赤身の肉、まあ豚バラがうまいんだけどね、美味しい美味しい、まあうまいものは体に良くないっていうのが多いよね、なかなか食も難しいねと思って、な感じでじゃあ結構体に気をつけてるんですね、まあとりあえずトランス脂肪酸はすげえ今悪者にされてるので、気をつけなきゃ僕死んじゃいますからまあね気をつけざるを得ない、じゃあ長谷君次、はい、テーマ聞こう、目を閉じて、ね、はいはい、はい、あいいですねはい、安保、安保、安全保障条約とかそういうそうですね、安保今話題になってる安保です、はい、安保に興味ありますか、あんまりあんまり興味持ってニュースを見てない安全保障には興味ないですか、僕自体がその例えばその
平和主義者ですけど、うん、別にその安保のそのあのなんていうんですか、規約とかに対してどうこうあるとかは別にないです、ね、その今そのちょうど国会で安全保障でえらい揉めてるのは知ってます？うん、あんまり知らないです、ね。詳しくは知らないです、ね。安倍さんが好き勝手やってるっていうのはあんまり知ってません？うん、なんかそれはまあね、なんか正直あの選挙権を18歳に引き下げるとかも、ちょっとどうなのって思うところはありますけどね。あ、本当に。うん、選挙権変わるんですよ、今度の選挙から18歳以下になる、あ、以上になるんです。それってつまり徴兵制のも18歳まで引き下げちゃうってことでしょみたいな。そうね、今徴兵制っていう話も出てるんですけど、徴兵制は分かりますか？そうはなんないとは言ってるけど、兵士にするってことですよね。そう、まあ、あの昔で赤髪さんじゃないけど、無理やり赤髪がちゃんと届くようになってしまうという、あれと一緒ですよね。韓国もそうですよね。そうね、あれ兵役、今韓国もちゃんと兵役があるんですよ。だって何歳になったらだってあそこに行かなきゃいけないっていうことで、それこそ韓国アイドルとかトップスターになって映画スターになってもなるんですよね。映画俳優ちょっとやめて2年間行ってきますとかって、うん、それは僕は絶対嫌ですね。まあでもそれも関わってきますよ、安保の中に。だから無関係ではないんですよね、完全に。うん、そうなんですよね。そのまあ、安全保障ってその安倍さんがずっとやってる部分で、まあ、アメリカと一緒に僕は頑張りたい的な考え方の人だから、うん、そうですね。そう、今まで日本って戦争しませんっていう考え方で戦後来ましたけど、うんうん、だってだから兵隊も作らないって言って、そうね、兵隊って兵士じゃないじゃないですか、うん、そうね、だからあ、知ってるじゃないですか、そこは知ってますよ、うん、はい。その自衛権と集団自衛権と個別的自衛権とかそういう話をしてるんですよ今。変わる、今その変わろうとしてるので、安倍さんは随分そのメディアからも言われてるし、一般人の人からもブーブー言われてるけど、これが正しい道ですって今ずっと言い切ってると言い張ってますよね。でもだいぶ関わってきますよ本当に。うーん、でその中でちょっと徴兵制の話も出て、当然安倍さんは今これになったら徴兵制もありますよって言ったらもっと怒られるから、うん、いや徴兵制なんてありえませんって言ってるけど、うん、自民党の中でも徴兵制についてそのいろいろ考え方も変わってくるかもしれませんねってオフィシャルで言ったり、そのいわゆる自民党が推す憲法学者みたいな人がいるの、ね、うん、で安倍さんの言ってる意見は正しいですって言ってるその専門家の人たちに徴兵制についてはどうですかって言ったら、安倍さんとかは憲法違反だからありませんって言ってるけど、その憲法学者の人はいや、徴兵制も十分今の憲法でもやって OK ですって言ってる人たちもいる。ですって。うん、まあ結局軍需産業っていうのが一番儲かるってことですよね。まあね、それはね今変わったんですよね、うん、それもね、安倍さんになってから、うん、今まで兵器とか武器は日本は売りませんっていうのをちゃんと言ってたんですけど、うん、ちょっと条件を緩めて、ちょっとそのいわゆる平和に対する武器なら売っていいですとかっていう話も OK にして、うん、この間もどっかいわゆる幕張メッセ的なところであるじゃないですか、そういう展示場みたいなので、うん、はい、武器フェスティバルじゃないけど武器フェス、うん、初めて日本で開催されたんですよ、うん、で外国のその舞台の人が来て、おおこれ新製品ですね、日本製ですね、そうこれいいじゃないですか、さすが日本のやつ、メイドインジャパンはいいね、でこれを100個とかっていうところはまで来ました。だって日本って結構強いですもんね、車だってすごい日本車、まあね、それこそドローンとかってそのいわゆる飛ばすやつ、うん、ああいうのでも武器にもいくらでも転用できるっていうか、ね、日本の飛行機の部品でも日本の方が一番いいとか言って、だってね、それこそプレイステーションみたいな、はい、ああいう機械あるじゃないですか、ああいうのをばらしてその武器に、核兵器のその照準に合わせる武器に使えるとかっていくらでもあるから、結構日本のその当たり前に売ってるものも輸出できないものっていっぱいあるんですよね。電化製品だって日本って強いですもんね、うん、だって日本製品がいいっていう、ね、そうそうそう、海外でも使われてるぐらいですから、うん、だからそれは武器もし作ったらお金になるからね。そうですね。だからそういったね、そのいい製品を入ってもらう。ああ、ありがとうございます。チョコ焼きです。デザート。これチョコ焼きです。デザートだから。いや、好きかどうかわかんない。あ、じゃあこれありがとうございます。これはい、はい、こっちも完食です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。お口合うかどうかありません。じゃあチョコ焼きもぜひ。すごい、初めて見る。うん。デザートです。ですね。はい。いただきます。はい、どうぞ。いただきます。食べたお店の人は喜ぶから食べてあげて。
熱いんだね。これはまあコーヒーが合うかもね。うん、そうね。うん。うん、はい、名古屋の食レポ。うれしいか。うん。完全デザートだね、本当にね。うん。うん、全然たこ焼きって感じじゃなくて、うんうん、そのあったかいスイーツ、うんうん、美味しい、うんうん、チョコレート好きぜひ試してください。美味しいです。口の中で広がる甘い香りが、うん、もうこれはたこ焼きじゃないですね、これ、うんうん、こんな発想がなかったな、うん、まあだからそうだ、安全保障はちょっと気をつけた方がいいですよ、はい、安倍さんが好きにやっていいかどうかを、うん、でもちなみに選挙行きました、うん、選挙はもう欠かさず行ってんすよ。お行きましたか、ちゃんと。今回行かなかったです、ね、あら、行った方がいいですよ。今回、うん、自民党が大勝ちしたんですけど、うん、一番最新の、うん、その民主党が勝った大勝ちした選挙ってあるじゃないですか。 あの時と得票数、自民党が取った得票数は変わらなかったんですって、うん、総得票数は、うん、でも、うん、片や民主党が大勝ちした時と、うん、自民党が勝った今回と、うん、なんで違うかって言ったら、普段行かない人が民主党の時には行ったってことです。うん、あと民主党に入れてた人が入れなくなったってことですよね。そう、民主党に入れた人が、まあその可能性ありますよね。その投票行く人が減ってるってことですね。2番手のところに投票がいなかったから1番手がさらに勝っちゃったっていうのがあるかもしれないけど、いわゆる不動票とか、普段あんまり投票に行かない人が選挙行動をして頑張れってなると、そのあんな風にこう民主がバカ勝ちするんですよ。でそれがいかないとあんなふうに自民党がバカ勝ちする。自民党の得票数がそう変わってないので、いわゆる組織票が強くなるか弱くなるかってことですね。そうね、うん、組織の人が組織の人が2枚舌になればいいかなとか、他の党に例えば、うん、もっといいなんかこう政策持ってたりとか、うん、すごい応援したくなる人たちがいたら、うん、まあ、でもそういう人たちも行くようになって自民から勝つからいいんじゃないですか。それはそうね、だから今なかなか魅力のある党がなかったってことですよ。そうね、はい、今なかなか今いないんですよね、うん、特にその1回民主党で失敗しちゃったから、うん、みんな期待して民主党をやって自民党以外の党がなったらちょっとで変わるんじゃないかって言ってたけど、逆に悪くなったじゃないですか。そうね、で民主ははっきり言って僕からしてみたら全然もうカスだと思ったん で、うん、で今の逆に維新の方が好きですね、うん、まあね、何でしたっけ、あの橋本さん、そうね、俺は好きなんですけど、ね、でも橋本さんも次で引退ですよ、ね、そうなんですよ、うん、維新分裂かもしれない。だからちょっとだからこそ、あ、維新期待してたのになっていう部分があって有権に行かなかった部分もあるんですけど、ね、うん、まあね、じゃあぜひ安全保障もちょっとニュースで見てもらって気をつけてください皆さん。じゃあ最後はちょっと上川さんが選んで1個ね、あの地震ネタでちゃんと白い結果があるので、うん、これもやりましょうか。はい、はい、国立、はい、国立、今話題の国立、なあ今話題の国立といえば何でしょう。競技場ですかね。ピンポーン。ああそれ、国立競技場は屋根がどうしたっていう問題が今千駄ヶ谷にありましたけど、はい、今壊しちゃったの知ってます。切ないですね。国立競技場はって知ってます、はい、名前だけは知ってる。いわゆる前のオリンピックのメイン会場ですよ、ね、うんうん、でそれこそサッカーやったり、うん、その日本代表の試合とかね、うん、するときに国立競技場があったんですけど、あれ壊しちゃったんですよ今。うん、でそれの新東新しいオリンピックの時のメイン会場として作るっていう計画があったんですけど、うん、今えらい揉めてるんですよ。揉めてるの知らなかったんですか。知らなかったです、うん、あのそれは割と知ってます。ここ1週間間に合わないで今そう1週間10日ぐらいのあれなんですけど、うん、それがねこれですよ。この3つの絵ですよ。宇宙船みたいなデザインなんですよね。はい、この3つの絵があるんですけど、何でも見てるんですか。まずね、公募したんですよ、うん、このデザインを、うん、で、公募して、これになったんですよ、はい、これめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。一番これ新宿ですよ、未来的です、ね、超未来的じゃないですか。超未来的です、ね、もうびっくりしたんですよ。未来感半端ねえって感じ、ね、こんなのできるの、すごいっすよね。で、まあ僕たちは素人だから、
これが採用されました、はい、で2020年ですか、うん、今度オリンピック、もう普通に間に合うのかと、あと5年、5年でこんなのできるの、間に合わなくない普通に考えてすごいなって思いました。素人目で考えたら間に合わないでしょみんなびっくりして、うん、わーすっげーこんなの作れるんだと思って、当然その政治家なり、うん、その建築の専門家さんたちが OK を出したので、うん、まあ素人としてはわこんなのができるんだねと思って納得したんですけど、っていうぐらいですね、はい、うん、でオリンピックが実際に決まって、はい、いろいろ計画して壊しました、はい、前の国立をね、さあ作ろうかなって時にちょっとあの予算がとか、ね、あと工期がとか言い始めたんですよ、うん、急に専門家の人が、はいはい、で結局これは無理だってことになったんですよ、あ、うん、これはもうもはや、うん、で妥協案でこれになったんですよ、うん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 、この一気にグレードが落ちましたね。まあまあでもそのチャリンコのヘルメットみたいですけど、まあ全デザインをね今ずっと言われてるんですよ、自転車のヘルメットって、あ、OG 系的な雰囲気ありますね、うん、これなら予算内なの、これで可変式の屋根がね、うん、そうで、これがこれなら間に合うし、これなら予算でいきますよって一回言ったり、これ、まあ話はもう行ったり来たりしてるんだけど、まあ結局これに一時になったんですよ、うん、で僕本当 2,3 週間前から、うん、やっぱりこれでも間に合わないよやれなしになりますっていう話っていう話も出て、また予算もえらいオーバーするみたいな話になって、で、ま、増井さんにね、あの東京都からもちょっとお金出さないみたいな、いやいやちょっと何言ってんのみたいな話になってね、で国立でしょっていう、建築家の人が、うん、まあこれは外国の有名な人の工場で、うん、これ見た時は結構しびれましたね、まあ、そう世界的な有名な人、本当にこんなになっちゃうのって思いましたけどね、でこれを無理だから、うん、同じ建築家が同じ風にこれのちょっと安いバージョンを作りましたと、同じ建築家なんですよ、だけどまあ基本はこの2本あったりとかで一緒なんだけど、これはそのこれも間に合わねえって言ってる日本の偉いさんが出した案あ、そのこれ気になってたんですけどこれすごいっすね僕的な考えで言うと、うん、素人だから申し訳ないんですけど、うん、これがいいじゃないですか、一番どう見たってかっこいいし、ね、一番最初ですね、昔のやつね、かっこいいし、うん、これが作られたらやっぱりなんだろう、人も集まるだろう、所管にもなるじゃないですか、うん、初めの初期費用かかるけども、うんうんうん、だから間に合わなくても土台だけ作っちゃえばいいですか、だから今回のオリンピックだけ、うん、そういうのもいろいろあの案としてはあるんですよ、これってね、うん、実はあの開閉式なんですよ、うん、この上のところが、だからあのただスポーツができるスペースだけ作っちゃって、うん、とりあえず今回はそれだけで終わりにして、うん、その後にこれをまたこう、うん、当然そういう妥協案も当然あったんですよ、はいはい、天井をつけないとか、あとその仮設で客席を例えば7万入るところを6万にしてとりあえず間に合わせようとかって、うん、終わってからまたこうじゃん、そうそうそう、いろんな案もあるけど、それでも間に合わねえっていう話になってそれでもお金足りないみたいな、そう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 、で、案がこれですよ、このひどい案、何これただの誰でもできる、そのありきたりの球場じゃないかってね、この落差なんでしょうっていう話ね、突然アダムスキー型に戻った雰囲気の下手したら東京ドームよりしょぼくみそうですね、東京ドームでいいよね、これは工期の問題もありますけど、まず予算の問題もあってね、初め の、 そのオフィシャルでこれぐらいで作ってくださいっていう案がなんか1300億とかで、1300億も結構高いんですよ、実際にちょっと調べてきたんですけど、今までの大きな建物とか、あの北京五輪とかね、あ、はいはい、今までのリオ五輪とか、うん、他の球場競技場のオフィシャルの予算、はい、あれ北京の会場とか結構すごいですよね、北京あの鳥の巣とかってね、すごい会場ね、知ってます、もじゃもじゃした、うん、知ってます、あれがちょうどありますね、じゃあ北京のあの鳥の巣、はい、あれが430億、おお半分以下じゃん、で、シドニー五輪のメイン会場は500億、はい、アテネが360億、うんうん、ロンドン一番新しいオリンピックですね、それが600億、まあ大体目安ですけど、これぐらいで作った、じゃあ大体みんな半分以下です、ね、まあ、平均的に500ぐらいってことですか、まあ500-600もあれば十分、うん、倍以上の予算を設定してそのまさにその通りなんですよ、はい、その決めた時はこれぐらいだから倍やれば楽勝でしょうっていう、倍やったらこんな未来的なのいけんだろうみたいな、そんなどんぶり勘定だったんですか、すっごいどんぶり勘定だったそんなどんぶり勘定だったんですね、でちなみに、日本で作ったあの日産横浜の競技場あるじゃないですか、横浜の日産スタジアム、そうそう、あれが600億です、うーん、でそれがまあ言うたらごくごく平均的な予算ですけど、
これができた時には、1300億円予算ですって発注したのにこれが来て OK ですって言ったけど、いろいろ計算したら2500億ぐらいかかる。1000億以上足りないじゃん。そうで1000億も足りない。その後またいろいろまあ、震災のあれでいろんなとこに人材不足とか資材不足とかもあって、結局3000億超えそうみたいな話まで来ちゃって、それでこの話になった。それはちなみにいくらなんですか。でそれだとその1300で収まるよって話だけど、結局今出てるのは2000億ぐらいかかるんじゃないかっていう話で、まだ予算オーバーしてます。あ、なるほどなるほど。こっちに変えたことで1300で収まるよっていうのも、まずどんぶり、またどんぶり勘定しちゃった、まだどんぶり勘定しちゃったってことですね。ははで、その1300で作れるのはこれ。いや、もう日産スタジアムでいいじゃない。むしろこれ1300かかるんだこういうレベルになるんですけどね。日産スタジアムと東京ドームでいいですよ。さっきもあった、はい、その東京都から500億払ってほしいっていうのを、あの前の総理で、前の前のずっと前の総理大臣森さんとかが急に言い出して、実は前々から決まってたんですって、約束で。内密というか勝手な約束というか、石原都知事が東京都にオリンピックを呼ぼうって言い始めて、で猪瀬さんとかあの辺の密約ですよね。あの辺ではもう出しますよって言ってたんですね、あの人たちの頃は。そう、まあ口約束だけど、ね、裏ではだから、東京民じゃないですか、はい、東京民じゃないですか、はい、僕たちの税金から500億払えって言われてるんです。いやいやいや、ちょっときついですな。国立競技場の都民税の中から、うん、でしかも国立の方からもそのまだ500億だとさ、例えば2000億とか1000億、うん、日本からの税金をそうですね、今使ってあれを作ろうとして、元気玉状態ですね、うん、みんなからちょっとずつ出してて、うん、っていう状況です。あ、まあ、どうですかこの手たらく手たらく、まあ、かといって3番のが出来上がるのはちょっと切ないですけど、やれない、もうだからもう間に合わなくていいから、ね、さっきの蒼太君の何をやめますか。オリンピック自体を、オリンピックやめる、それは困るでしょ。いや、まあでもそれも十分ありますよ。やってる場合じゃないだろう、返上しろよっていう、うん、まあ、そもそもの話、うん、この震災だどうだこうだって騒いでる時に、そうそうそう、こんなことやってていいの、お祭りしていいのかな、うん、ましてやまだ原発の収集はついてないのに、ないのにこっちにね、しかも予算オーバーで作れませんみたいなごたごたで、うん、そもそもというかそのオリンピックを招致するじゃないですか、はい、それでやるじゃないですか、うん、その時に宮城ってそんな綺麗な新しいの作る必要別にないんじゃないですか。なかったんで、それもあるんだよ。まあ、うん、まあ、そうそうそう、多分世の中の人は、うん、まあ9割方そんな感じじゃないですか。そうですね、別に、いや、オリンピックやるのはいいんですけど、わざわざ作る会場をね、綺麗なの、まあ何故にあんな大きいものができたかっていうと、そのやっぱり政治家とか建築家は、うん、日本ってこんなすごい国なんだぞって見したいわけですよ、うん、こんなハイテクが作れるんだよ。それがくだらねえってところだろ、ね、そうそうそう、まあね、関わった人たちも名前売りたいっていうのもあるんですね。だから要はオリンピックやるのは OK だけど、俺はその工事をする必要ないんじゃないかと思いますね。そうね、無駄なお金を。でももう壊しちゃったんだよね。もうその今そのオリンピックのやつでもやろうと思えばさ、競技場なんていくらでも東京ドームあるんだから、ね、まああるし、アジスタとかあるからね、うん、そうそうそう、だからできないことはないんです。ただその今その他の約束も、うん、もう全部破ってるような状況なんですよね。もともと東京のプレゼンみたいなのするじゃないですか、他のところと争う、そう、うん、分かります、うちに来てください、はい、うちだったらこんなことでオリンピック開けますやります、今日は。でスモールなエコなオリンピックやりますって言ってね、うん、東京都の昔からある競技場を使ってコンパクトにします、ね、で見せますっていうのがまあプレゼンだったんですけど、うんうん、そのコンパクトっていうのも、もうどんどん離れてましてですね、そのあそこの計算だとこことこことこことできましたけど、それはできないとかなって、その初めは東京23の中にギュッとまとめるつもりだったのが、江ノ島の方に競技場が1個行ったり、埼玉の方に行ったり、千葉の方にも行ったりとか言って、むちゃくちゃ広くなって、東京じゃないところもいっぱい入ってきたわけですよ。だから全然コンパクトでもないし、エコでもないし、昔からあるところを再利用してみたいなことも全然ないし、そんな状況でその国立の問題が今出てるから、メイン会場も買いみたいな話になってる。だって当初はその選手村も含めて全部その電車で20分以内ぐらいの距離感でっていう、大体お台場とかね、はい、あの江東区とか、はい、まあ、千駄ヶ谷、あの辺ぐらいのエリア、うん、あれでまとめる予定だったんです。それがこんな感じになっちゃいました。
ここで僕が、あれですね、思うことは、やっぱり言葉って大事だな、責任感持って、そうですね、仕事しなきゃいけないなってことですね。そうですね。だから僕はこれを反面教師にします。そうですね。そうですね。本当にそうだと思います、本当に。言葉とか、これ、今んとこ、誰も謝ってないんですよ。政治家の人も、オリンピックを招致した人も、それからスポーツ関係の人も、言ったことが実現できそうになくてごめんなさいって誰も言ってないんですよ、だってできないんですもんって開き直ってる状況で行動とか言葉って責任感ってすごい大事じゃないですか、だからそれは守ってほしいですね、それが僕の今日の謎です。そうですね、なんでしょう、だこういうのを許さないためにも、やっぱりこう見といた方がいいですよ、いろんなニュースを。ああ確かに、ね、国立がなんか揉めてんなーで終わったら自分たちの税金ががっぽり持ってかれちゃいますよ。500億ですかね、500億プラス、まあね、栃木だから。まあそうとはいえね、やっぱりそういうお金のことをね、ちゃんとこう、なんとなく税金とか、なんとなくの感じで。まあ、国立の方はね、関係ありますからね。そうそうそう。明細として、ね、入ってきてないって、ね。そうです。だって、どんぶり勘定だし、だからぼったくりバーと一緒ですよ。ぼったくりバーよりもひどいですよね。だって1300円って言ったところが急に2倍3倍に3000円4000円って、その明細もなく、これだけかかりましたって言われて、この内訳言ってくれないの、2万5000円ですか、それぐらいかかるもんって言われただけだもん。しかも謝らないっていう。そう、しかも予測でね、多分こんぐらいかかるからって、だからもっとかかるかもしれないです、本当に。今、最高だと3000億って話まで来てる。それも予想の段階だし、まだどんぶり勘定してる段階だから、4000億かもしれないし、どんぶりがだんだんこう、ちょっとリアルな形になってきてるっていうので、あとは本当にできないっていうパターンもあります、間に合わなかった。もうリアルに東京ドームと日産スタジアムと味の素と分けるかもしれないですね、会場を。恥ずかしいですね。日本の代表として政治家さんには責任ある行動と言葉を出してほしいです、僕は。そうですね。はい。はい、日本の代表なんです。まとめるね。はい。じゃあ、いい？コーヒーの話する？いやいいですよ、その時間も。この長い長いコーヒー話。長い。俺、そろそろ酒と調してきたんですけど。コーヒーに入るまでが長くなるそう。まあ、なんすかね、なんかありますかね。本当は友達のね、沖縄でやってる友達のコーヒーのすぐ飲めるっていうパックのやつで、たまに通販で買ってるんだけど、あ、一杯ずつ落とすよね。そういうんだったら手軽にね、こう、飲んでみてって持ってこれたんだけど、ちょっと注文ちょっとしはぐっちゃったりもしつつ、その土鍋コーヒーのね、彼はその沖縄で栽培も始めて、で今年奇跡の7杯が誕生したんだけど、その中の1杯を飲ん で、で自分もそのテイスティングをして、それを動画に上げてたんですよ。それも宣伝になりますかね、なんか YouTube 上げてるの。そうそう、上げてるんですよ。あ、勝手に引っ張ってきて、あ、放送してもいいの。いいですあ、そうなの、で久々に YouTube の、編集作業ってやってみて、沖縄に土鍋コーヒーって土鍋で焙煎するコーヒーを作ってる友人がいるんですよ。で元もミュージシャンなんだけど、その人のことをいつも推してる、でその人が作った奇跡の7杯、もう沖縄産の豆、2015年度産、7杯分、収穫がね、もう7杯分で、それと宇都宮は自分の特に1杯、聞いてるよっていう、まあ、そのね、じゃあエンディングは全部終わった後に、最後にこうおまけ映像のようにその YouTube のやつを流すのね。そう、ぜひできれば、はい、OK、じゃあ、これで、じゃあ、締めということで、締めのことエンディングいきましょうかね。楽しみにして、今日本当に、今日またさらに好きになりました。いや、こちらこそ本当にもう、自分はもう、それこそ、まあ、全然ダメだなと思って、ここ出るたんびにグダグダ加減をちょっと、そうね、次回、また次回あったり話をコンパクトにまとめる方法を考えてください。そうですね、もうちょっとこう、自分も頭整理を大丈夫、ヤス君のボケに俺がツッコミが入るから、はい、ありがとうございます。デコボココンビティ、デコボココンビティ、またよろしくお願いします。よろしく、じゃあ、こんな感じで今日も終わりでございまして、じゃあ最後にヤス君のコーヒー動画を流して終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またね。